ラジちゃん。はい、そんなわけで皆さんお久しぶりでございます。ラジオいとっちゃんのラジちゃんでございますね。いとっちゃんラジオチャンネルということで、だいぶ久しぶりですね。もうどんぐらい前だろう。最後にやったのが多分リラックスくんとサダスケの時なんで、多分4ヶ月前くらいになっちゃうのかな。もっと前かな。というわけで今回なんと初のゲスト、初めて登場する子ですね。皆さんが、何回かエースケートが Twitter とか YouTube のコメントで出ないんですか出ないんですかっていないんですかって言ってた人がようやく出ますね。そんなわけで今回、はい、ゲストに来てくれたのはハイボーの、アイドル兼スナイパーをやってくれている山田です。はい、どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、どうですか、初めてですね。そうですね、自分が出るとは思わなかったから新鮮ではある。新鮮ではある。なるほど。まあね、緊張せずに、まあ、気楽にやってね。ああ、気楽にやってじゃあ気楽で。まあね、大体鉄板のネタがあるから、みんなに聞いていくっていう、大体鉄板のネタがあるんで、それに答えててもらえれば全然いいです、はい、ね、何言うか俺もまだそんなに決めてないっていうね。このラジオはね、ゆるいから、基本的にはゆるく、まったりやっていきたいなと思っていますので、まあ、そんなわけで近い進行を務めていく僕、いとっちゃんでございます。そして山田ちゃんでお送りさせていただきます。拍手。はい、はい、ですね、まあ、まずゲストの方にいつも皆さんに聞いているものは何かと言いますと、何をきっかけにアパを始めたかでね。あ、それ言える範囲まででいいよ。言える範囲まででいいよ。改変しなければいいよ。なるほど。で、なんかこれノーパソでもできるみたいな。最初ノーパソだったから、うん、でノーパソでもできるよみたいな感じからね、だらだらと4年も続けてしまったと。そう、今じゃその教えてくれた人も全然絡んでないからね。その人が今何してるのかも分かんない。全然分かんないと。消息不明、生死も分からないと。まあ、どっかしらで生きてんじゃないかな。まあ、元気にしてると思います。ね、30いってんじゃない？マジで？多分。すげえな。確かそっか、4年前だと20半ばでしょ？うん。そう考えるとね、やっぱ4年って月日は重いね。重いね。20半ばの人が30になっちまうんだから。やだね。10代が20代になって。そうだね、俺もそうだったね。4年前では19歳だったね。そう、そんなわけでですね、僕今年齢で思い出したんですよ。誕生日は近いんだよね。そうなんだよ ね俺が30日だよね、3月30日。そうで、山田ちゃんが3月28日。そう、ってわけですごい近いんですよ、僕たち。運命感じますね。そうだね。あ、はい、そうだね。まあね、この誕生日近いわけで、しかも同じ血液型なんですね、A 型で ね。利き手は違うんだけどね。そうだね。左利きでしょ？左。俺両利きだからね。アピールしてっか、両利きっての。いや、右手利きだ、右利きだけど、左利きもできるから、全然。それってじゃあ一緒でもいいんじゃない？一緒？一緒でも全然。やっぱ俺の土台に立つんだったら、俺のこの同じ土俵に立つんだったら、やっぱ両利きって言わないと。俺と一緒やんっていうどこまでいけないから、うん、左利きってなったらやっぱ左利き専門店みたいな。いや、右も使えるよ。すごい字ぐちゃぐちゃだけど。俺さほど、俺もともと字汚いからさほど変わらない。ああ、そういうのいいね。字汚いとね、足でも字書けるから。そうだね、はい、私も字汚いけど、多分ところどころは右利きでやるっていうのない？例えば野球選手だったら右で投げるけど左手で打つみたいな。いや、全部ほんと左。全部左。もう本当の神聖の左手。そうだね。字書くのも全部、食べるのも歯磨いたりとか、何かを掴んだり投げたりも左、人殴るのも左だね。怖いね、ちょっとね。そうだね、何回か殴られそうですね。で、マウス持つのは？マウスは右だね。ほら右手やん。いや、マウスってあるんすよ、左利き専用とかあるんすよ。いや、だって小学校ぐらいの時に父親とかのパソコンやってたから、その時からうち家族はみんな右だからさ。あ、そうなんだ。自分だけ嫌いなの。そう、左専用とかっていうのを存在を知らなかった時期だから。ああ、昔はないからね、左利き専用って。そうだね、両利きか右利き。でも今使ってるデスアーダーだよね、マウスは、うん、デスアーダーは右利き専用だから。
不思議ですね。僕はなんか両利き、やっぱりこういうところから、あの僕使っても先生のローの、あの廉価版なんで、先生の廉価版のローエディションなんで、うん、まあ、両ここから左右対称、どっちでも使えるよ。でも今さらさ、左利き用のマウス用意されても多分使えないよね。できない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 。キーボードだってまず難しいかな、ね、キーボードがちょっと難しくなっちゃうから無理ですな。やっぱ僕は両利きなんで両方対応しないと。え、じゃあ左でもできる？あ、ちょこっとできるよ。あ、そうなの。うん、ちょこっとできる。あの移動とか普通にできて、エイムがちょっと弱いぐらい。結構弱いな。あ、え、じゃあ今度動画でさ、左でやってみたみたいな。やって、出してみる。いいよ。じゃあ出してみようか。いや、俺本当は手錠をしながらのアバやりたいんだよ。手錠でアバやってみた。手錠しながらアバやってみた。動かねえ。すげえ面白そうなんだけどな。感度がだってね、感度さすごい低かったらさ、こっち動かしたら。だからキーボードでしょ。キーボードでしょ、動かさなきゃダメだ。やばいね、体で動かすから固定しないから。さあ、そんなわけでですね、まあ、初めてプレイしたのはそのノーパソから知り合いの教えてもらって、ね、ノーパソから入って、あの時は SD が 0.7 とかだったよね。 SD0.7 だってさ、ノーパソってさ、うん、影とかも全部そういうのもつけれないから、つけれないですね。でしかも隠ついてるわけじゃん、うん、その中でもずっとスネーパーを持ってた自分はすごいな、すごいなと思いますね。いやでも本当に皆さん来ました、 0.7 ですよ。 0.7 だよね、すごいね。でもやっぱ今のパソコンにしてからは普通にもう 0.7 っていうのはもう夢だったんじゃないかってぐらいね。ああ、そうだ。でもでも聞いて聞いて、でもうちの岩城さんも SD 最初は 0.8。 負けたうちの岩城さん最初1なかったんだよ実は。今あんなにさ、うまいやばいとか言われてんじゃん。でもあいつ FPS を最初違うゲームでやってたんだよ、うん、違うゲームで2年くらいやってたにもかかわらず、アバ来てあいつ1なかった。うーん、で最初の1年くらいは本当に1前後ぐらいのお話しかなくて、話になんねえなこいつと思ってたで、2013年から一緒にまたやり始めて、でそこからちょっとずつ上がって、いや伊藤さん俺 1.1 になったんだよって話やいや 1.15 くらいになったんだぜつって、うちの今のリニューアルくん、うん、いるじゃん、あの子も 1.1 とかしかなかった。え、でも最初からそんぐらいあったらね、全然あるんじゃない。あ、違う、やっぱあの子も他のゲームから、そうそうそう、来て、俺とあの結城さんっていう人だけが2超えてた。やっぱ俺ら上手いから何したって俺らの、やっぱあのね、結城さんと俺だけはやっぱ何のゲームやったって上手いのよやっぱね、うん、イニシャル D にそうしても、あのゆうきさんは全国レベルの人で、俺も全国レベルだったから。あ、まあ、でもやっぱあれじゃん、岩瀬さんとかは負けず嫌いっていうところが、そうだね、間違いない。そこはね、本当にすごいなと思う。俺どっちかっていうとさっき今のちょっと突っ込んでほしかったんだけど、あの俺の調子に乗った発言がいつもじゃんそうだね、スルーがもう突っ込みなんだよそうそう、だから岩瀬もリニューアル君も最初は 1.1 だったにもかかわらず、うん、1もなかったし、そうだ、2年くらいやったらもう今やみんな周りからうまい、だやればうまくなるんだよねみんなね。そう、諦めないことがやっぱ大事だよね。そう、やるとうまくなるんですよやっぱ、まあ、周りの環境も大事だけどね、でもね、努力すればねうまくなっていきますよね。そうね、山田ちゃんもね最初は下手くそだったもんね俺知らないけどね今もそんなにうまくないけどね。でもダイジェストであれだけのプレイをちゃんと見せれるくらいになってるってことなんだからね。完全にいいとこしか切り取ってないけど、まあ、そうだよでもそのいいところでも質があるじゃん、質ってのがあるじゃん、そのいいところでも質があるから、やっぱその質見た時に、ああすごいですね。だから女性プレイヤーだからね本当に言うけど、みんなチンコないんだよチンコないのにこんなに強いんだよ。俺たちは玉がなくなっても玉がもう2つあるんだよ大体は予備としてね、予備として、そうそうそう、だから弾を使い切ったってちょっと安心感あるんだよ実際壁を落としなくてもまだいけるみたいな、全然いける。俺らはスナイパーの俺 PGM で5発しかないけどプラス2だからホットロードだからホットロードだからさ俺の、なるほどね。そう、ね、そんなんないさね。いや女性プレイヤーだからそんなねっていう、あのまあちょっとその偏見っていうかね、そういうのは女性だからこそっていうのはないけどさ、うん、やっぱちょっと女性っていうのは本当にあまりゲームをねやらないイメージだしさ、そうね、できないとかいう感じなんだってこういうのえ、どうやって打つのとかさ、なにこれとかなるわけじゃん。そうね、でも最初の方は音すら聞いてなかったからね。あー、なるほどね。
だからもう目の前のものにしかもう、うん、敵、そう、敵は向こうは音聞いてるから私の居場所が分かってても私音聞いてないからどっから誰のことか分かんなかったから、ね、そうだ、よく見る初心者チャンネルにいる子たちだね。やっぱ皆さん今ねこのラジオを聞いてくれてる人たちって大体ねあの初心者とかちょっと行き詰まってる子たち多いから、一言なんか山田ちゃんから一言すごい急だね、うん、送ってあげてよ、なんか応援のことやっぱ女の子からね送られるといいもんだよ。そう、うん、じゃあタイミングよく押してこれあのエコーかけてなんだろうねどうぞ。何言えばいいんだろう。一言、一言でしょ。でもパッと言っちゃうからさ、こう考えることを考えるよりも先にやっぱ出ちゃうから、出ちゃうから難しいね。ちょっと後回ししたい。伊藤さんがやっぱそこは伊藤さんがやっぱりやった方がいい。その見本をちょっと見せていただきたい。ああいいよ。じゃあみんなあの今行き詰まってる子たち、どうしたら上手くなっていくかね、今練習してるのなかなか結果が出ない、そんな子たちね送りたい一言、お泣きにしろ。それで上手くなる。個人差があります。気持ち的に行き詰まりそうだけどね。気持ちやな確かにね。今日で何日目か、今日何日目か、だいたいだんだん賢者タイムっていうか賢者になれるというから、それがなんかもう無心になれるっていうか、余計な邪念がなくなってきてエイムに集中できるっていう。もやもやしそうだけどね。もやもやしそうだけど、ね、それは一時的、うん、最初は試合になった瞬間もうスッと入れるから、もうスッと入るから入れるかな、うん、でもやっぱ男性あれだね、すごいアバと話しそうだすけど、おなきんするとなんかいろいろと良くなるらしいけどね。それは迷信です。はい、それも個人差なのかな。個人差ですね。それはもう大体ないですね。ないんだ。そうないです。1ヶ月やった、ちょっとある。はい、じゃあ次の行きましょうか。そらしたね。はい、僕のね、山田ちゃんも、山田ちゃんもね、こういう下ネタをねすごく言ってくるんですよね下ネタね、うん、大丈夫な子だからね。そうだね、普通にもうツイッターとかでチンコとか言ったらね。僕はね、言うのはいいけど聞かれるとちょっと答えたくなくなるっていうでもそらすってことはやっぱ経験あるのかなっていうふうに感じ取っちゃうよね。俺まず自分のものを見たことがないからね。PGM だと未だに持ってるから。ん？自分のものは PGM だと思ってるから、うん、ね、そうだから見ちゃダメなんで、見ちゃうと現実を受け止めなきゃいけなくなっちゃうから、俺は自分で伊藤さんの M2級はどうですかとか PGM はどうですかとか言われるから、うん、あ、俺はやっぱ PGM なんだなと思ってるんだ。一発がでかいんだね。そう最大でもやっぱ5発で、一発増えてる課金があるから6発とかプラスホットロードなんで2発で8までいきますかなと思います。やめろやめろ、この下ネタ聞いてるんだ。中学生小学生も聞いてたりする、親子で聞いてくれてたりすることもあるんだよ。ここへここ P 入るかな。 P 入る、もうダメだって。 P が P で P だから、ダメだって。ちゃんと話しましょう、ちゃんと。もうね、もう何をやってんの俺まだサダスケやリラックスくんとかさ、イワショーシェンさんとかマサキとかでやってた方が全然締まれていかなかったよ。私だからダメなの、そういうのってなんか。いや違う、そういうことじゃない。なんかごめんな、ガツガツくるからびっくりしちゃったよねでわけで、はい、じゃあ次の質問に行きますよ。はい、なんでスナイパーばっかり持ってるんですか、あさっとやらないんですかっていうことはたまに言われることがあるんですよ。山田ちゃんってスナイパーばっかりですねって言われることがあるんで、なんかこうあれば、アセルトを持ってることとかあるんですかとか、あれば。そうだね、きっかけとしてはやっぱ最初にそのアバを始めた周りが、うん、そのモシンを持ってて、あで、そのモシン、まだ屋根がついてる CC の時に、はい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 、に当たった時に、超そのスナイパーかっけーみたいな。で、まあ、やっぱ一発で仕留められるっていうのもすごいいいな、魅力的なところ。そうだね、うん、昔から一撃で強かったからね、うん、そうだね。あんなし、ね、いまだにそうなんだけど、エイムがよろしくないから、やっぱ一発で仕留められるっていう気持ちよさはある。なるほど。殲滅とかだと普通に戦艦とか持ってくけどね。もう一回ごめんなさい、一発で仕留めれる、私何だか言った、一発で仕留めれる、一発で仕留めれる、うん、何て言うの、分かんない、今結構無意識に言ってたから。何か聞こえました、一発で仕留めれる気持ちよさらしいですあ、そんなこと言った気は。でもね、本当だからこういうの私無意識に言っちゃうから。なるほどね、はい、でも気持ちいいよね。はい、もう一回、気持ちいいよね。あーすっごいやめようって、やめろってだから私が悪い
じゃなくてさ、伊藤さんがそういうのぶっ込んでくるよね。はい、そうだったな。確かに、反省しよう、ちょっとね、反省しよう。無意識に私も言っちゃうのが悪いんだけどね。悪いね、間違いない。そう、だって歩く18禁って言われたもん、高校時代。マジで俺は歩く48点って言われたんだけど嫌だな。あいつ見てるだけで分かるんだぜって攻略本らしいよって嫌だわ。歩くテクニシャンみたいな言われたんだよな。言われてないけどね、すごい適当に言ったわけだからさ。で、うん、厳密では持つけど、でもなんだろうね、あんまし爆破とかだと立ち回りがね、なんだろう、詰めていくタイプじゃないから、スナイパー持ってても、基本的にやっぱ待って相手が来るところを仕留めるタイプだから、イノシアさんとかもまた別な、だからなんだろうね、なんかじゃあなんでその武器持ってんのってたまに言われるけどね、うん、でもやっぱ置いてる方が堅実は大事だよ、うん、置いてる方がね、あ、置いてる方がいい。置いてる方がいい。待ってる方がいいね。追いかけるよりも追われたいタイプ。ああ、なるほど。皆さん聞きました？今の。聞きました？追いかけられるよりも追いかけられ？え？違う。追われる。追われるよりも追われたい。なるほど。追われたいです。そう。僕もね、待ちの方が多いタイプです。あのスナイパーを。あのどのフラグシーンも見てて分かると思うけど、勝負しに行くシーンはあんまりないですね。ないね、私も。ただその場で動かずみたいな感じが多い。本当に堅実なスナイパー、待って倒してっていう。でも僕はあれですよ、すごい勝負しに行くの上手いタイプですよ。やっぱここぞっていうところがちゃんとしっかり決めに行けるスナイパーですから。そうだね、なんかやっぱ伊藤さんとかもそうなんだけど、やっぱ強い人とかってどこに敵がいるだろうみたいな予測して決め打ちとかもやっぱ、うん、強いだし。あ、でもね、俺はどっちかっていうとここに行くってなった時に、あ、じゃあ僕ここに行ってワンキル取ってきますって言った時は、そこに行った時にどういう風に敵がじゃあ出てくるんだろうっていうところは予想するのは、あ、どういう風にジャンプしてくるか、しゃがんでくるか、手前なのか奥なのか、この角度から見てここに置いとくと両対応できるとか、でもここに両対応すると勝負してきたスナイパーには負ける可能性があるから、読みで後ろに置く、下に置くとか、あ、そこまで計算しながらやらないと、あの俺の成功率にはならないですね。その一瞬とかでさ難しいよね。いやでもまあそれはマップ研究と、あとはその試合ラウンド数重ねてるんだったら、今そのスナイパーの癖と強気なのか弱気なのか堅実なのかとかも見分けないとやっぱりできないですね。そうね、負けず嫌いなところだからさ、相手が同じやり方でちょっともう一回挑みたくなっちゃうんだよね。それがダメなんだろうな。だから我慢しなきゃいけないね。やられたからって次も最速でそこに行くっていうのはダメだし、なんだよね、どうなんだろう。ミリ置きしてるやつには付き合わないっていうのを見せたりとかさ、そうそう、ミリ置きってほとんど勝てないじゃん。見えたら打てばいいだけだ、相手からしてみたら。だからそれは勝てないから、それには付き合わないよっていうのを見せるようなスナイパーだったら、あ、こういうのは絶対やってる、リスク、なんていうの、そのリスクを背負ってまでミリ置きしてるようなやつとは戦わないんだなっていう、ジャンプしてこう一瞬で出てったりとかさ、走って通り抜けたりするような人たちとかは、付き合ってもらえないんだなっていう、うん、そ、付き合うような人だったら相当負けず嫌いなんだなとだそういうのとかもやっぱ分かった上で、じゃあずらすかとか、でも右置きだけどちょっと隙間開かせておけばジャンプまで当てれるみたいな。ああ、そうだね。だから恐れインディアのね、螺旋とかがすごい得意、あそこのワンキル率はマジ高いから、本当に強いから、そこ勝負しやすいんだよね。こういう会話するとやりたくなるね。あ、そうだね、それありますね。まあ、というわけでね、どうしどうしね、僕ちょっと別な宣伝になりますけど、どうしどうしエースケの方に僕に質問っていうか、どういう風に出たらいいですか、飛び出し方はね、どんなのがいいですかっていう方がいれば、どうしどうし言ってください。まあ、あと動画にします、必ず。あと AR が SR に勝つ方法とかも教えますので、まあ、基本的には勝てないけどね、SR が外さない限りは絶対勝てないからね、AR、まあ、頭入れれば勝てるって言うけど、このゲームは頭一発しか落ちないからね、あんまり。そうね、AK だったら落ちないし。なので、まあ、なんていうんだろう、AR って勝つんじゃなくて、勝負させないっていうのがベストなんですね。勝負させないければ勝てます。勝負させなければ勝ちなんです、AR。だから、その勝負をさせないっていうのを、
皆さんにお伝えできればなと思いますね。そうだね。そうだね。今ちょっとぼーっとしてたわ。ちょっと。ちょっとね、最近悩みがあってさ、はい、スネパーなんだけど、先月だと AR の文字が、はい、マーキングとかね、当たらないんだよね。はい。なんでなんだろうみたいな、タップしてるからなんだろうけど、タップしたくなっちゃう。じゃあ当たらないって言っても、でも敵に一発くらい当たってない。一発は当たるんだけど、なんかね、死なないってことは、当て続けることができないってこと。そうだね。当て続けることができないってことは、あの制御ができないのか、もしくはちょこちょこしたエイムができないのか。スナイパーっていうのは出てきたものに一瞬だけ合わせればいい。 AR っていうのは出てきたものに対して常に当て続けなきゃいけない、うん、でも頭に出れば確かに一瞬で終わる。だね、なんか先に打っても相手の方がなんか殺してくるんだよね。ってことは一発当てた時に場所が悪いのか。当てた後に当て続けるんじゃないってこと。2発3発連続で。だ僕のパラなんて見てもらえると相当当たってると思う。ね、なんかあのクランでさ、たまに泣いてみたいな感じでパラ持ってくるけど、視聴率がすごいもんね。そう、すごいんですよ、視聴率は。一瞬で飛ばすんです。本当ね、ムカつくよね。だから僕がね、バトルシップはプロとちゃんと持ったらもうやばいですよ。もう隠してるから。もう欲しいな。ちょっとね、言ってるからね。だからその、なんだろう、俺がスペースナーズ使ってる理由としても、ここでそれがあって、制御しやすいのと当てやすいっていうか、当て続けやすいっていうのがすごい俺の中では大事で、カスタムっていうのはね、当てやすいんじゃなくて、当て続けやすい、制御しやすいカスタムっていうのを探すべきだ。そう。だから、それを、まあ、僕の中でできるのが、パラのスペツナーズ。まあ、瞬間火力が高い武器、いいじゃん。ロングレンジがいいとか、パラ言うじゃん。あとは、まあ、ロングレンジだったりとか、うん、パラってロングレンジにしちゃうと、最初に1人目だけなの、当てやすい。6発くらいか、6、7くらいまでが集団いいだけなの。その後はばらけちゃうから、フロートレスと。だからその後って当て続けられないんだよ。でもスペツナーズは25発だったら多分25発全部当て続けられる。へー。そのぐらい違う。そう、うん、そのカスタムについて語られるんだよね。全然わかんないです。カスタムわかんないんだよね。当たり前です。それアサルトをどれだけやってないかな、もう。いやだからアサルトやってても、そのなんかカスタムいらないやつとかさ、バトルシップとかね。そう、だバトルシップもそうだけど、あれってフロートにすると当たらないでしょ。バトルシップでフロートしたことないよ。そう、あれは本当にフルタップな武器で、あのフロートにすると10発目ぐらいからばらけ始めて、本当に制御ができなくなっちゃう。あれ10発目まではじゃあ割と手段してんの。バースト打ちにするんだったら5、6がマジで、あのそのなんだ、立春だけに出て打ちたいっていう時に5、6発はマジでマスク。本当に手段するんだけど、そっからがダメなの。バーってばらけ出ちゃう。だからその10発目以降はフロートだと当て続けられない。でもタップ打ちどれだけ早く打っても当て続けられる。タップ打ちするんだったら普通に当てていかなきゃいけない。フロートってちょっとばらけるけど、抑えればいい。その枠の中にいればいい。だからフロートって当たる。でもタップの場合はその枠にいても当てなきゃいけない。そうね。だからそこの差ですね、やっぱり。だからタップ打ちをする人は本当にエイムがなきゃ難しい。戦士が高すぎるとダメだしね。エイムよくしなきゃな。タップめっちゃしてるから。あとは動きまくってたりとか、体。自分の体、キャラクターの体。ああ、自分って自分かと思った。そっち、それマリカーだね。マリカーやってるやつだね。自分の体動くやつ。大体マリカー。マリカーでも私動くよ。本当に。俺動かない。いいと思う。全然動かないよ。あ、でも俺の ED やった時超動かない、動かなかった。うん。めっちゃやばいでしょ。超動くから ED やってたりやりゃ。怖かったね、あれ見てた時。なんでガン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 って動くから。なんかね、ガチャ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 みたいな。それよく言う、その表現合ってる。ちょ、今度またやる機会があったらね、後ろから動画撮ってあげるよ。あ、ほんと？それさ、YouTube でさ、あげるさ、見てもらえば。あるんだよ、YouTube に。あ、そうなの？そうだよ、昔あるんだよ、昔の方に。あ、そうなんだ。また新しくさ、犬が吠え始めた。そう、犬がなんかワンワンしてるんですけど、僕、犬飼ってるんですよ。結構ね、ペットを飼うと、なんだろう、アバやっても、よいしょ、捕まえよう。どこかせ。ペットさ、あれだよね、飼ってると、なんか、変わんない？アバとかも。
俺あの一人暮らしの時っていなかったからいいね、うん、なんかねこうクラン戦中とか負けた時とか、うん、負けた時とかこうなんかやることなくてぼーっと見てたりとかなんかちょっと落ち込んだ時とか、うん、なんか別に何もできなかったんだけどヘッドがいるとね落ち込んだ時に負けちゃったよーとか言えんだよ。ほんとほんと、私そんなのないな。負けちゃったよーって。なんだろう、でもゲームとかする時に、うん、部屋に入ってこようとして、うん、どうしたの何来るのみたいな。で気分転換にはなるよね。あ、そう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 、なんかね、そう、そういうなんか心の支えになる。だからね、結構あのペットとか飼ってる人は意外と言ってみるのもいいと思いますよ。その負けた時とかちょっとなんか今日はダメだなと思った時に当たんないよーとかさ、うーっつって負けちゃったよーっつって。ちょっとでもやっぱあれはね、何でもそうなんだけど、その負けちゃったとかじゃなくて、うん、ストレスでもそうなんですけど、何かを発するっていう行為をするかしないかでも割と気持ちは変わる。そう、変わるな。メンタル面ってすごい大事だから、うん、プレイにも影響できてきちゃうからね。そういうの何でも仕事でもそうだけどさ、そういうのって影響するから、どこかでこう癒しを求めて、しかもそれで負けたとかさ言うんじゃなくて、犬だからさ、うん、なんかこうあんちゃん負けちゃったよーってさ、うん、はぁ、あ、負けたしとかじゃないじゃん。負けちゃったよ、負けちゃったよーってやるのも可愛がる、変わるんだよね、トーンがね。そういうのもね、ちょっとやっぱ心のね、うん、何かを共有し合うってことがやっぱ大事だね。大事ですね。これ今犬に顔使われてるけど。ルカちゃんほら喋ってみて、マンマンオってマンマンオ言わないよね。はい、まあそんなわけで結構お時間もねだいぶ過ぎてきましたよ。6分も喋ってますね。だいぶ喋りましたね。だいぶ喋りましたね。いやまあね、だいたい30分目安かなっていうところがあるんですけど、なるほど、残り3分か。こういうのって編集せずに全部なんかもうバーン出ますもん。そうだね、あんまり編集してないね。あのするとこはするね。なんかでもチンコとかちょっとピーを入る、ピーを入れてほしい。いや、どっちでも女性 YouTube だから。あんまゆるいんだ。じゃあ結構ゆるいね。そうなんだ。そうそう、だからラジオは結構好きですね。無編集で結構出せる。だからこうやって音楽もちょっと入れながら喋ってる。あ、なるほどね。そうそう、そうすれば音楽入れる作業もないし、エコーもかける必要ないから。もうちょっとチンコって出るとか。やめて、そのやめて、もう言わないで。なんかあれでしょ、この30分の間に何回チンコって言ったかみたいな。そんなのいいからやめて、最後に俺が最後に中継するんでしょ。うんうんうん、つななきゃ、やんなきゃ、やんなきゃ。よければコメントに何回言ってたよみたいな。言ってくれたら ね、ちょっと見てくれてるってちょっと私も嬉しい。そんなんで1分使わないで、もうあと2分しかないんじゃん。でね、今回ね、山田さんこうやって来てくれました、はい、どうでした初めてのラジオは。そうだね、最初はなんかラジオ撮るみたいな流れになった時はすごい緊張したけど、割ともうね、世間話に入った瞬間からリラックスできた。だいぶリラックスしたね。なるほど、リラックスなのだっていうことで。ね、最近リラックスくんが復縁したみたいですね。え、デブ言っちゃダメ、言っちゃダメ。でね、はい、まあね、今後またね、一緒にこう誰かと、今度は次は誰か一緒にクラメント出てこれればと。そうだね、サダスケはいらないかな。サダスケはいらないかな。そう、サダスケの扱いだけはみんな雑で大丈夫なんで。負け越し800のサダスケ850。マジで弱すぎだろ。それで本当にすっ、あ、ごめん、これ以上言わない。かわいそうだ。かわいそう、かわいそう、かわいそう。直接やっぱ言うべきね。直接やっぱ言うべきだね。それシルバースター、え、スターなの、あいつ。あいつ前スターだったの。だから言われてたんだっけ。あ、そうなんだ。岩翔さんはスターでわかるけどさ、サダスケってなんでスターなの。岩翔さんと同じ土台にしたくないよね。だからしたくないね。やっぱあいつはいつまでもブロンズだね。うん、いや、岩翔さんはやっぱ私の中でも尊敬してる人だから、もうちょっとやっぱ、あ、なるほどね、同じ立場に立ってほしくない。立ってほしくない。はい、残り時間ももうわずかになってきました、はい、ラジッちゃんね、もうちょっと回数多くやっていきたいなと思います。何ヶ月も空けるとね、やっぱこう、どう、何をしていいかも分かんなくなっちゃうんで、うん、ね、皆さんも聞いてる方もね、ラジッちゃんそろそろ更新じゃないですかとか言ってくれる方もいるんでね、月1、まあできれば月、まあ、2ヶ月に1回くらいは出していきたいなと思いますんで、うん、今年の夏はですね、皆さんかなり猛暑になっていますんで、お出かけの際はね、熱中症対策とかそういうのに気をつけて、外出してください。そうだね、ゲームに夢中になったりとかもせずにね。そうそうそうね、脱出の時も言ってましたけど、本当にこまめな休憩、水分補給はしてくださいね。そんなわけで今回、お送りいたしましたのはファイボーの伊藤ちゃんとファイボー山田でした。はい、それではお疲れ様です。バイバーイ。バイバーイ。ルカちゃんバイバイって言って、ワンワンおって、ワンワンおって。